皆さんこんにちは、ワンダルグルピジです。では今回は発売や方、日本民主化プレイ続きを行っていきたいと思います。日本は民主化して連合国入りするというね、まあ史実とは真逆のシナリオになっているんですけども、残念ながらですね、フランスが脱落、イタリア、ドイツ軍の前にパリ陥落ということでですね、戦線が一つ後退してしまったという状況です。日本軍はですね、今地中海でイタリア海軍を叩いたので、一度海軍の方は内地、まあ、つまり日本に戻して、ここで、艦隊をね、再編していきたいと思います。一方、陸軍はですね、パリの救援に向かっていたんですけども、間に合わず陥落してしまったので、一旦アフリカに上陸。アフリカで、枢軸国軍をね、撃退していくと、いうことをしながらですね、もし、他に、例えばイギリス、ロンドンが危ないとか、まあ、そういう状況になればですね、この陸軍をアフリカ大陸から一路、イギリスへと向かわせたいと思います。まあ、反省点があるとすればですね、日本からフランスへの派兵、この決断が遅かったというのが一つと、あと、日本からフランスまで遠いので、決断したからですね、実際に軍が到着するのに時間がかかりすぎたというのがあるので、アフリカであればね、イギリスまで割と距離的には近いので、有事の際にはここから駆けつけを考えていきたいと思います。海軍の方は、内地で再編した後、ドーバー海峡に派遣する予定です。では、時間を進めていきましょう。まだ、アメリカ軍がね、どちらにも参戦していないという状態なので、アメリカ軍が早く参戦してくれると、形勢が一気に変わってくるのかなというふうには思っています。日本陸軍ですが、ベンガジに到着してます。このまま、まずは、ベンガジから、西部に向けて進撃をね、行っていって、イタリア軍を蹴散らしていきましょう。はい。ヤマト型戦艦の研究完了してます。まあ、そしたらこの圧倒的な大巨艦のヤマト型戦艦。これ作っていきましょうか。せっかく、ヤマト型のね、戦艦開発してますので、これ作っていきましょう。では生産のラインに移ります。今ドックに空きはないんですけども、山形型戦艦をねちょっと充実させるべくドックを開けさせましょう。まず火器管制装置は2、あとレーダーも搭載します。いやーでもちょっと足りないな。経験値が足りないかな。主砲。超大型砲。いやーだいぶかっこよくなってきたな。超大型砲をさらに装備。対空兵装もつけましょう。35か。これ以上は無理なのか。欲しいな。そしたら、せっかくなんで、最強の戦艦をやっぱり作りたいという思いはあるので、海軍の経験値をもうちょっと貯めてからにしましょう。ヤマト型の戦艦を、ドックに入れるのはその後にします。今、経験値、ちょっと画面小さいですが、上に39って出ている、これが海軍の経験値ですね。これを増やして、45になったらですね、ヤマト型の戦艦、ドックに入れましょう。梅津さんの手段は順調にアフリカ北部を西に向かって進撃中です。このまま西へと向かっていきましょう。経験値39から40に上がってますね。小沢さんの機動部隊が敵の艦隊と接触撃破しています。45になるまで先ほどお話した通りこらえていきましょう。ではまずイタリアのね、陸軍をアフリカの北部から排除しましょう。これで地中海の安定化を図っていきます。これ今日本の国家方針なんですけど、日本の国家方針少し寂しいですよね。アゾバヤンも息の長いタイトルになってますけども、次またね、ダウングレード、
DLC が出るような場合には、日本のね、国家方針ももうちょっと充実させてくれても、嬉しいかななんていうふうにはね、ちょっと思いますけどね。では、主だったものは方針として採用済んでますので、海軍の生産力を上げていきます。ヤマトを作ることを、まあ、視野に入れてという施策です。オランダが連合国側に加盟するというビッグニュースですね。となると、これ、オランダは今、ドイツと接している状態なので、これ、オランダが飲み込まれる可能性が高いですね。オランダに救援に向かいましょう、急いで。まあ、基地と出るか、京都出るかで言うと、京都出そうな気はしますが。ウェメズさんの24師団が壊滅する覚悟を持ってですね、まずアムステルダム、これの防衛に向かいましょう。一つ悪いニュースですね。山本五十六さんの艦隊から、飛竜が撃沈されてます。空母飛竜が地中海で撃沈。ドイツ軍の圧倒的な戦力の前にオランダがこれ、間に合わなそうだな。なんとか間に合ってくれればいいんですけどね。アフリカから駆けつけるという状態なのでちょっと微妙な状況にはなってます。なんとか間に合いましたね。あとはドイツ軍を日本軍の力で押し返せるかどうかという一点にかかりそうです。なんとかね、押し返してもらいましょう。これ押し返せないとなると、まあ、変な話、梅津さんの師団、全滅するということになるので、ちょっとね、押し返せないと、一気に日本軍はこの戦争でのイニシアチブを失いますね。ヨーロッパ戦線、波のやっぱり戦いじゃないなっていうね、感じがしますね、こうやって見ると。さあ、オランダでの攻防戦ですが、一進一退の状態になりそうですね。ドイツ軍も戦車部隊をここに送り込んできてなさそうなので、なんとかこれで戦線を支えられればというところかな。もし危なそうだったら、早めにイギリスに撤退というのも考えましょう。ルーマニアが連合国側に加入。うん。枢軸国側に加入ですね。あとは、セバストポリが陥落してます。ドイツ軍は今主力を、おそらく、これを見る限り、ソ連方面に向かわせてますね。いや、これだからな。強いよな、ドイツやっぱり。ソ連もまだ当てにはならなそうですね。さあ、では待ちわびていた45海軍の経験値溜まったので、いよいよこっから大和型戦艦をドックに、生産ラインに乗せていきましょう。まずは超大型砲45口径ですね。対空兵装はちゃんとつけます。火器管制装置もつけましょう。レーダーもつけます。そして副砲も乗せましょう。大型砲はさらに乗せて、対空兵装もちゃんとつけてっていうね、充実ぶりを見せていきます。さあ、こんなところですかね。まだ、モジュールスロット3つ空いてるので、本来だったらこういうところにもね、複砲なりなんなりっていうのを乗せていきたいところですけども、経験値がないので、大和型戦艦として、これ、入れていきましょう。では、大和型戦艦の1番艦、まあ、いわゆる戦艦大和ですけども、
これがですね、43年の4月5日にロールアウトしていきます。まあ、そこまでに戦争を終わらせたいですけど、ちょっと終わらないのかな。まあ、約2年という歳月をかけて、ヤマトの一番艦を生産していきます。モスクワ陥落が早かったなぁ。モスクワが陥落した後、モスクワ、次の首都、どこになってるか、スターリングラードになってますね。いや、ドイツがこのまま突っ走るのかな。アメリカなんとか参戦してもらいたいですよね。アメリカが参戦するときっと一気に流れが変わってくるとは思うんで。今まだアメリカはね、参戦してないので、アメリカの参戦をね、心待ちにしたいと思います。ドイツの師団数頭抜けてますよね。300近い師団数。用意されてるっていうのはやっぱり圧倒的なものがありますね。イギリスで、まあ、200の工場に師団の数が、まあ、89という数ですね。まあ、これだけ見てもやっぱりドイツ軍が頭一つ二つ抜けてるなっていうね感じはしますね。さあイギリス軍なんか頑張ってローマに強襲上陸をかけてるな。これうまくいくのかな。この強襲上陸するぐらいだったらオランダに派兵してね、オランダからベルリンを目指す方がなんか効率がいいのかなっていう気がするんですけど、まあ、イギリス軍のやり方に口を出すわけにもいかないですから、このまま進めていきましょう。さあじわりじわりですが、押し返しつつありますね。これであればベルリンを目指せる。ただ日本軍は陸軍に余力がほとんどない状態になっているので、これ以上のね、増派が難しい状態ですね。イギリス軍に期待せざるを得ないかな、というふうに思います。オランダですが、枢軸国軍側はドイツとイタリア軍が、連合国軍側は主にオランダ軍、イギリス軍、日本軍が、一進一退の攻防を繰り広げてますね。まあ、ここで敵を食い止めておけて、かつ敵の手段をある程度食い付けにできればいいのかなと思うんですけど、レニングラードが陥落。強いなぁ、ドイツ軍。うわ、ここまで広げたか。さっきから大して時間経ってないんですが、ここまで広げてますね。これソ連が最悪完全に陥落するっていう可能性も、ちょっと否定できないっていう局面に、入ってきたな。スターリングラードも陥落してます。ドイツ軍の進撃を止められない状態がソ連も続いているという状況ですね。なんとかアメリカ軍の参戦を促したいところですが、まずはオランダをしっかり守るということをやっていきたいと思います。では今回はヤマト型の戦艦の、ね、着工しました、これをもって、海軍のね一層の奮起を期待したいというふうに思います。今回はここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。